さあ、行っちゃうよ。はい、皆さんこんにちは、セナです。はい、今回ですけども、今回ですね、 DM で、 Twitter の DM でですね、何やら今ここら辺に出てると思いますが、このような壁を作るときにアーキキャドでできますか、またどのような操作が必要なのか分かりません、分からない人が多くいると思うので YouTube で解説していただけると嬉しいですっていうね、DM をいただいたので、それについてちょっとお答えで、していこうかなと思います。はい、まずですが、まあこれはね、前々回、まあいつか分からないですけど、前回のシェルツールの講座みたいな、シェルツールの解説を行ったと思うんですが、実はね、それでできます。はい、シェルツールでも簡単にできちゃいます。はい、ということでこういう質問をいただいたんで、早速解決していきたいと思います。それではやっていきましょう。はい、まずですね、シェルツールはですね、まあ、シェルツールを触る前に壁ツールなどで基準になるものを作成してからやると、前回もお伝えさせていただきました。なのでそれを実際にやっていきたいと思います。まずですね、まあ、これ高さは分かんないんで、まあ、大体でやっていきますね。例えばこれをですね、リンクなしにして、高さは高めの方がいいんで 20m ぐらいでいいかな。はい、こんな感じでやっておきます。はい、この状態で一旦 3D を開けてください。で、今この状態ですね。で、これを基準に作成していきます。はい、ここでシェルですね。シェルのこいつ押し出しではないので、多角形なので理解。じゃあこちらですね、断面、異なる断面を結ぶツール、こちらですね、ルール戦闘時図形作成法、こちらの組み立て法を選択してください。その状態でまずこちらの右側のやつを今作ろうとしてるんですけど、それの下部分をやっていきます。まずですね、触りたい断面をチェック、そして上ら辺がね、まあ、これぐらいかな、一番手前なんでここ、そしてもうここは一直線ですね、一直線にここで、もう一回クリックです。でその後に手前側なんで、こっち側に向けまして、でこの断面の次下側か、こっち側かな、まあ、こんな角度ないかもしれないけども、今回はこれでいいや。はい、ここと次がちょっと上に上がって、こんな感じかな。はい、こんな感じでやっていきました。今のままだと下部分しかないので、続いてやっていきます。こんなんで重ねたいんで、ここにしますね。はい、また先ほどと同じようにここと、はい、こちらが終わりましたので、次反対側ですね。反対側はこっち側はここ、あ、まず、はい、なんでやねん、あ、ミスった、ちょっとミスった、あんな感じになっちゃった、ミスってるんで、もう一回やります。早送り、はい、とこんな感じでやっていきました。では消しましょうか。はい、 V、 あ、選択、はい、削除。はい、今こんな感じになってますよね。でこいつとこいつをつなげたいということなんで、はい、Shift C を押しまして、ソリッド編集ですね、以前ソリッド編集の動画も出しましたので、そちらできると思います。こちらでじゃあこいつを消していきましょう。こいつを、じゃあ今ターゲットか、これ当てるわ。でこっちをオペレーターにしまして、この下の部分を消したいので、下方向へ減算で実行します。あ、これはみ出てんのな、まあ後ででいいでしょう。はい、で次逆ですね、こちらをオペレーター、こっちをターゲットにしまして、上方向へ減算します。実行できへんのか、あ、減算しちゃったからここまでになっちゃったのか、なるほど。あ、作り方ミスったな。ちょっとこのやり方じゃ多分無理っぽいんで、ちょっと一発目ミスったんですが、次もう一回やっていきます。はいはいはい、でさっきのちょっと反省ミスを生かしまして、ここをちょっと薄めですね、こんな感じかな。でやっていきます。でもう一回、はい、リベンジ。
はい、まずシェルを開いて、こっちここの設定は先ほどと同じです。これ300ちょっと分厚いからこの100でいい。はい、この状態で先ほどこっち側で触っていったんですけど、そっちじゃなくてこっちでやりましょう。ここでやるとまだやりやすいんじゃないかなと思います。はい、クリックで、ここがまず後ろ側で、はいはい、ここら辺かな、ここら辺から、まあ、ここら辺、実際は、まあ、自分がやりたいように測りながらやってくださいね。で、ここら辺でクリックして、で、最後に、はい、ここでやりまして、次、もう一回こっちの面を選択してから、ここ、こんな感じでやっていきます。そして、はい、見てください。今こんな感じになってます。ちょっと違うな。これ高さが違うかな。調整しよう。あ、いけた。ほら、見てください。こんな感じでしょ。ほら、合ってるんちゃう？いけてるくね？どう？こんな感じじゃないですかね。こう、まあ、これこの面しか無理やもんな。理想は1回目にやったみたいな感じでやるのが理想だと思うんですけど、今回な、まあ、こんな形であればこの断面とこの軸、この軸が揃えとっていいのであればこの1個でできます。ただし揃えるのが嫌なのであれば、これじゃあ隣にもう1個作ってみますね。どうなるやろうっけ。はい、これにやっていきます。設定は先ほどと同じ、最初にやったやつと一緒のように、じゃあもう一回やってきます。もうちょっとこのままできないよ。じゃあちょっと嫌な、あ、間違えたやんか。はいはいはい、はい、これで反対で、これが左側やからここかで、これが内側入んねんな。こんな感じ、もっと急、こんなん、はい、こんな感じでやっていきました。で、次どんなやりで、先ほどの反省を生かして一旦ここに合わせます。はいはいはい、で、こっちがこんなん、なんかどうや、これでできてたら感動やけどな。カモン、あ、どう、めっちゃ形似てるくない？え、これもさっきみたいにターゲットクレーター、これじゃあかんの、いけてるかな、これで、あ、綺麗で、こいつだけ移動してあげると、あ、おかしいな。じゃあどうしようかな。もしだからこれ今の画像みたいにもしやるとしますよ。じゃあこんな厚さって、これって、まあ、ガラスで厚さが多分、まあ、30とか50からこうなるわけか。でもこれ形めっちゃ似てるよな、ほぼ一緒。これがちょっと長いぐらいからこいつをどうにかしたいな。じゃあもう最終手段やな、モルフに。じゃあ変換します。モルフに変換したらもう正直何でもありなんで、今この状態こんな感じになってますけど、
この先っちょだけを移動してあげるんですよ。例えばこんな感じでね。はい、こいつもちょっと合ってないのであれば、合ってないな、どうよ、どうよ、よくね。でこれで、これをまあ見やすいようにもう一回コンプリートに戻したら、あーモルフにじゃからぶり、ほらこんな感じじゃないですかね。多分求められてるのってこんな感じなんで、できるのはできます。結論できます。やった。この先ほども言いましたけど、この高さ、この高さが、高さちゃうわ、ここが、まあ、垂直ラインが同じなのであれば伸ばすだけなんでできる、1個でできる。で例えばこれみたいな感じにこのラインがバラバラのであれば、この角をね選択して1個作って1個作って、でその重なり部分はね、1つをモルフに設定してあげて、こんな感じで接合部分を微調整さえすればできます。はいはい、っていう感じでね、今回 Twitter の DM で質問していただいた、 YouTube 出してくださいって言っていただいた通り、まあ要望には答えれたのかなとは思います。まあ、大体ね、こういうのって、まあ、複雑で、まあ、できへんと思っちゃったりするかもしれないんですけど、大概、まあ、シェルを使ったりね、まあ、シェルで細かいことがもしちょっとできないっていうのがあれば、一つをモルフに変えてあげたりして、微調整してあげれば、もう何とでもできるよっていうのが、この動画で分かってくれたんじゃないかなと思います。はい、ってな感じでね、これからもまた、Twitter でも YouTube のコメントでも分からないことがあれば、どん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 頑張って答えるようにします。はい、ということで今回の動画がいいなと思ったり、こんなもできるやんってすげえと思った方は、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。今回の動画は以上になります。ありがとうございます。